自民党の高市早苗前経済安全保障担当省63概要課自身の X 旧ツイッターを更新4日に78歳で亡くなった料理研究家の服部幸男服部幸男本名染谷幸彦イコール染谷幸彦さんからアップルパイが届いたことを報告した写真 亡くなる3日前の10月1日に公開されジョージアの食文化やワインについて語り合った服部幸男さん左と元大関の土地の心のレバニゴルガゼ氏元大関土地の心の SNS から昨日服部幸男先生からアップルパイが届きました毎週服部先生のご指導のもとで学生さんが作って議員会館の事務所に届けてくださいます 最高のお味ですとつづった、私は食育議員連盟、麻生太郎会長の事務局長ですが、議員連盟の立ち上げを応援してくださり、議員連盟会議でのご講演など、素晴らしいご指導を賜りましたなど、食育を通して交流があったことも明かした。服部幸雄先生の旧姓を悼み、感謝の気持ちとともに、ご冥福をお祈り申し上げますと追悼した。